朝用高訴訟問題とは、第二次世界大戦中日本の統治下にあった朝鮮及び中国での日本企業の募集や朝鮮総督府が各地方自治体にノルマを課して人員を集めた間合戦総督府が対象者個人に直接朝用令状を発給して労務者を集めた朝用等により動員された元労働者及びその遺族による訴訟問題。元労働者は 動員形態の遺憾に関わらず、徴用工と呼ばれることが多い。元労務社は奴隷のように扱われたとし、現地の複数の日本企業を相手に多くの人が訴訟を起こしている。韓国で同様の訴訟が進行中の日本の企業は、三菱重工業、富士輿、IHI など70社を超える。二千十八年十月三十日、韓国の最高裁にあたるオーポーインは、 新日本製鉄に対し韓国人4人に1人当たり1億ウォンの損害賠償を命じた。日本の徴用工への保障について、韓国政府は1965年の日韓請求権協定で解決済みとしてきたが、王ポーインは日韓請求権協定で個人の請求権は消滅していないとしたため、日本政府は 日韓関係の法的基盤を根本から覆すものだとして強く反発した。当時の首相であった安倍晋三首相は本件は1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。今般の判決は国際法に照らしてあり得ない判断だ。日本政府としては毅然と対応すると強調した。日韓請求権協定には 両国に紛争が起きた際は、協議による解決を図り、解決しない場合は、仲裁という手続きが定められている。日本政府はこの手続きにより解決しない場合、国際司法裁判所への提訴も視野に入れている。2020年には、韓国政府が、日本政府に、企業が賠償に応じれば、後に、韓国政府が全額を穴埋めするという案を、非公式に、 日本政府に打診して拒否されていたことが判明した。2018年11月1日、首相の安倍晋三は衆議院予算委員会でこれまで日本国政府が使ってきた徴用工という表現をやめて今後は旧朝鮮半島出身労働者という表現を使うと明らかにした。安倍首相は当時国家総動員法の下国民徴用令には募集、 間圧戦、徴用があったとして、2018年10月30日の応募員での原告4名はいずれも募集に応じた人たちとした。韓国政府は国家総動員法が施行された後に動員されたすべての労働者を日程強戦期強制徴用被害者、日程強戦期強制動員被害者と認定している。 沢新選手理春職金警視韓国政府や韓国メディアは戦後保障について完全かつ最終的に解決したと1965年の日韓請求権協定を当時韓国国民に積極的に周知を行うことがなかったため民間レベルではその後も日本政府への戦後保障を求める訴えや抗議活動を行い続けていた1997年 両運ぶ沢と新選手は日本政府と新日本製鉄に対して強制連行と強制労働に対する医者料と未払い金の支給を求めて日本の大阪地方裁判所に訴訟を起こした。この提訴は大阪の地方裁判所、高等裁判所を経て2003年最高裁の判決が下り原告の請求は棄却された。ただし戦後補償が この協定により完全解決していることは政府レベルでは韓国側議事録でも確認され日本政府もこの協定により日韓間の請求権問題が解決したとしてきた日本国に対して新たな賠償請求を主張し出したロブゲン大統領をしかしながら2005年のロブゲン政権から韓国政府は慰安婦、サハリンザン流韓国人 韓国人原爆被害者の問題については、日韓請求権協定の対象外だったと主張し始めた。また2005年4月21日、韓国の与野党議員27人が、1965年の日韓基本条約が屈辱的であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の新しい条約を、 改めて締結するよう求める決議案を韓国国会に提出するとともに日韓両政府が日韓基本条約締結の過程を外交文書で全て明らかにした上で韓国政府が日本に謝罪させるよう要求した日韓会談文書公開直後の2005年8月に韓国は韓日会談文書公開の後続対策官民共同委員会を設け 日韓請求権協定は、両国の財政的、民事的債務関係を解決するためのもので、反人道的違法行為は解決されたわけではないとの公式立場を表明した。その一方で、日韓請求権協定を通じ、日本から受け取った3億ドルは、個人財産権と強制動員被害保障問題解決の性格を帯びた資金などが、 包括的に勘案されたと見るべきであるため、政府が相当額を被害者救済に使わなければならない道義的責任があると曖昧な立場を堅持した。これをもとに、韓国政府は太平洋戦争強制動員犠牲者支援法を制定し、2008年から人道的レベルで苦痛を異論するとの名目で、未払い賃金被害者らに1円あたり2000台官民国ウォンに 換算して医療金を支給している。しかし、被害者らは、物価上昇分が十分に反映されていない上日本であれ、韓国政府であれ、加害者の謝罪がないと反発し、一部は受け取りを拒否している。ただし、官民共同委は、交渉過程において、官日両国が、サンフランシスコ協定により法的根拠のある、権利だけを議論することを明確にしたこと、 不法行為について全く議論がなかったこと等を勘案すると不法行為は請求権協定の物的範囲に含まれない。したがって、軍慰安婦、徴用の過程における暴力的行為などに関する被害者個人の不法行為賠償請求権は消滅しておらず必要な場合国家の外交保護権の行使も可能と軍慰安婦、徴用の過程における暴力的行為など不法行為に 対する賠償請求権は請求権協定に含まれないと結論付けた。2009年8月14日、ソウル行政裁判所は大韓民国外交通商部が裁判所に提出した書面を通じ、日本に動員された被害者協託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれていると見るべきで日本政府に請求権を行使するのは難しいと、 明らかにした。韓国政府がこのような見解を示したのは1965年に日韓請求権協定が締結されて以降初めてになる。韓国政府は過去数十年間この問題に対し戦略的に曖昧な態度を示してきたが外交通商部のこの表明は旧朝鮮半島出身労働者らに完付されるべき賃金を韓国が日本から代わりに受け取り、 韓国国民個人の権利を消滅させたことを公式に認めたものとなった。日本の厚生省は終戦翌年の1946年、日本企業に対して朝鮮人に対する未払い額を協託書に協託するよう指示しており、ソウル行政裁判所は2009年8月現在、日本に協託形態で保管されたままとなっている。 韓国、朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員動務者2億1500万円、軍人、軍属9100万円などで、総額3億600万円となっているとした。韓国政府は、元徴用工の対日保障請求はできないと、表明していたが、韓国王法院は2012年5月23日、日韓併合時の日本企業による徴用者の賠償請求を初めて認めた。 元徴用工8人が三菱重工業と新日本製鉄を相手に起こした損害賠償請求訴訟の上告審で原告敗訴判決の原審を破棄し原告勝訴の趣旨で事案をそれぞれ不残広報とソウル広報に差し戻した。韓国王法院は1965年に締結された日韓請求権協定は日本の植民地支配の賠償を請求するための 交渉ではないため、日程が犯した反人道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有効とし、消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は審議誠実の原則に反して認められないと主張した。また、元徴用校が日本で起こした同種の訴訟で敗訴確定判決が出たことに対しても日本の裁判所の判決は、 植民地支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法とみなす大韓民国憲法の革新的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできないと主張した。韓国の下級裁判所では、元徴用工と元徴用工の遺族が日本企業3社に損害賠償を求める裁判を相次いで起こしている。2013年2月、 富山市の機械メーカー富士古市による戦時中の動員に対して強制動員被害者13人と遺族が計17億ウォンの賠償を求める訴訟をソウル中央地裁に起こした。2013年3月旧日本製鉄の釜石製鉄所と八和田製鉄所に強制動員された元朝鮮人労務者ら8人が新日本製鉄に8億ウォン支払いを要求してソウル中央地裁に 損害賠償請求訴訟を起こした。2013年7月10日、ソウル公債は判決で、新日鉄住金に賠償を命じたが、その後、新日鉄住金は上告した。菅義偉官房長官は、日韓間の財産請求権の問題は、解決済みという、我が国の立場に相入れない判決であれば容認できないとコメントした。2013年11月8日に、 ソウルで行われた日韓外務次官級協議では日本の外務審議官の杉山信介が韓国の外務第一次官である近経験に対し元町予行問題で韓国をポー院ンで日本企業の敗訴が確定した場合日韓請求権協定に基づき韓国側に協議を求める方針を伝えたまた韓国側が協議に応じなかったり協議が不調に終わった場合は 国際司法裁判所への提訴のほか、第三国の仲裁委員を入れた処理を検討すると表明した。2015年12月24日、現在確認されただけで係争中の裁判が13件あり、このうち5件で日本企業側に損害賠償を命じる判決が出ており、3件が韓国王法院の判断を待つ状態になっている。 韓国憲法裁判所は2015年12月23日、1965年に締結された日韓請求権協定は違憲だとするもと、徴用工の遺族の訴えを審判の要件を満たして、いないとして却下した。原告である元徴用工の遺族は、韓国政府による元徴用工への支援金支給の金額の算定方法や対象範囲を不服として、支給を定めた。 韓国の国内法と日韓請求権協定が財産権などを侵害しているとし、韓国の憲法に違反していると告訴していた。韓国憲法裁判所の決定は国内法の不備を認めず、支援禁止給に関して日韓請求権協定が適用される法律条項だと見るのは難しいとした。また日韓請求権協定が仮に違憲であっても、 原告の請求には影響しないとし、審判の要件を満たしていないと却下した。1972年、中華人民共和国と日本は、国交正常化において、日中共同声明を発表。中国は、日中両国民の友好のために、日本に対する戦争賠償の請求を放棄すると宣言した。2016年6月1日、 中国人による損害賠償請求訴訟において、三菱マテリアルは謝罪と一人当たり10万円の支払いを行う内容で、北京市で原告と和解を行った。総額で約64億円となり、第二次世界大戦後最大規模の和解となった。2016年8月23日、ソウル中央地方裁判所は、新日鉄住金に対し元徴用工を遺族らに、 契約1億ウォンずつ賠償するよう命じる判決を出した。2016年11月23日、ソウル中央地方裁判所は、富士越しに対し元女子勤労停身体の5人に1人、あたり1億ウォンの支払いを命じる判決を出した。王法院及び法院行政所管国王法院は2018年までの約5年間徴用工訴訟について判決を出していなかったが、 2018年に韓国の検察当局は、朴槿恵政権期に大法院が大統領府や外交省と協議し故意に判決を先送りしてきた疑いがあるとし、法院行政書の元幹部などを起訴。2018年12月3日には、職権乱用などの容疑で当時大法官だった朴兵太の逮捕状をソウル中央地裁に請求したが、 ソウル中央地裁は12月7日に逮捕状の請求を帰却した。2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は差し戻し審で新日本製鉄に対し韓国人4人へ1人、当たり1億ウォンの損害賠償を命じた。徴用工訴訟において大法院で決審したのは初めて。これにより、 新日鉄住金の韓国内の資産差し押さえの可能性が出てきた。韓国で同様の訴訟が進行中の日本の企業は、三菱重工業、富士輿、IHI など70社を超えており、この判決以降韓国の政府機関や支援する財団に訴訟を起こしたいという問い合わせの電話が鳴りやまない状況が続いている。二千十八年十月三十日のオーポイの 判決では、提訴期限の基準を示しておらず控訴審の裁判所の判断は分かれている。韓国側は、提訴期限の起算点を1965年、2005年8月、2012年5月、2018年10月などを想定しており、日韓請求権協定ですべて解決済みだとする日本との損害賠償訴訟をめぐる新たな争点として浮上している。 2018年12月、戦時中に日本企業に徴用されたとする韓国人とその遺族が1965年の日韓請求権協定で日本政府から3億ドルの無償支援を受け取った韓国政府に保障責任があるとして韓国政府に対して1人当たり1億ウォンの保障金の支払いを求める集団訴訟を提起することが明らかになった。 2020年10月31日、韓国政府が日本政府に企業が賠償に応じれば、後に韓国政府が全額を穴埋めするという案を非公式に日本政府に打診して拒否されていたことが判明した。2018年11月1日、自由民主党は日本政府に対し日韓請求権協定に基づく協議や仲裁の速やかな開始を韓国に申し入れるよう、 求める決議をまとめた。2018年11月12日、原告代理人の韓国人弁護士が東京都千代田区の新日鉄住金本社に入管しようとしたが、警備員から遺憾の意を伝達され、出入りを阻止された。原告代理人弁護士は2018年12月4日にも再び新日鉄住金本社を訪れたが、面会を拒まれたため、 新道高尾社長に対する要請書を受付に残して帰った後、日本外国特派員協会で記者会見を開き、差し押さえの手続きを開始する用意があることを明らかにした。同月には、日本の外務省の金杉賢治アジア太陽州局長が大韓民国外交部を訪れ、差し押さえに対する遺憾の意を伝えるとともに、問題の解決に向け協議を行った。 韓国政府は、司法の判断には介入できないとの立場で、日韓請求権協定で解決済みとする日本政府との間で協議が全く進展しないため、2019年1月9日、日本政府は、日韓請求権協定に基づく二国間協議を韓国政府に要請した。しかし、韓国政府は、司法が徴用工の個人賠償請求権は、 日韓請求権協定の効力範囲に含まれないとしているとして全く応じないため5月20日日本政府は日韓請求権協定に基づき日韓と第三国の委員を加える形式による仲裁委員会開催を要請。これにも応じないため6月19日第三国に委員の人選を委ねる形式の中裁委員会開催を要請。 一ヶ月後の7月18日に第三国を選定する期限が来ても韓国政府は応じなかった。現在、日本政府は韓国に対し国際法を遵守するよう強く要請している。1965年の日韓請求権並びに経済協力協定によって日韓の財産及び請求権問題に関する外交的保護権は放棄された。韓国政府は 条約締結以降2000年頃までは請求権協定によって個人請求権が消滅したという立場であったがその立場を変遷させ2000年には韓国において放棄されたのは外交保護権であり個人の請求権は消滅していないとの趣旨の外交通商部長官の答弁がなされるに至った。旧朝鮮半島出身労働者の訴訟は当初日本の裁判所で争われたが 最高裁判所は日本における韓国民の財産請求権は日韓請求権協定協定第2条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律により消滅しているとし個人請求権はあるが請求を認める権能がないと認めなかったそのため今度は韓国の裁判所で争われるようになった2018年10月30日 韓国の王委員は、徴用工の個人賠償請求権を認め、裁判官の多くが、徴用工の個人賠償請求権は、日韓請求権協定の効力範囲に含まれないと判断した。韓国の対日請求に関する問題には、徴用工訴訟のほか、慰安婦問題、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題、日本に略奪されたと主張される。 文化財の返還問題がある。日本政府は1965年の日韓請求権協定についてその締結の当初から個人請求権は消滅していないと解釈していた。日韓請求権協定締結時の外務省の内部文書には日韓請求権協定第2条の意味は外交保護権を行使しないと約束したもので個人が 相手国に請求権を持たないということではないと書かれていた。このような日本政府の解釈は日韓請求権協定締結前から一貫したものであった。というのも原爆やシベリア抑留の被害者が日韓請求権協定に先立って締結されたサンフランシスコ平和条約や日ソ共同宣言の請求権放棄条項により賠償請求の機会を奪われたと主張し、 日本に保障を求める訴訟を提起したからである。この訴訟において日本はそれらの請求権放棄条項によって個人の請求権は消滅しないから賠償請求の機会は奪われていないと主張した。韓国との関係に関しても戦後韓国に残る資産を失った日本国民が韓国に対して訴訟を提起する可能性があるため日本は 当初から請求権放棄条項によっては、個人の請求権は消滅しないという立場に立っていた。請求権協定締結の1年後である1966年に、協定の交渉担当者の外務事務官、谷田松尉は、協定で放棄されるのは外交保護権に過ぎないから、日本政府は朝鮮半島に資産を残してきた日本人に保障責任を負わないと解説した。 1991年8月27日、柳井俊二外務省条約局長が参議院予算委員会で、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。日韓両国間で政府として、これを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だと答弁したため、それ以降韓国の個人請求権を根拠にした日本への訴訟が、 相次ぐようになった。1992年2月26日、屋内は、請求権、協定2条参考により、国及び、個人の財産、権利及び利益に対する措置及び、請求権に対する外交保護権が消滅したと、答弁した。そしてこの、財産、権利及び利益は、協定時の合意議事録で、法律上の根拠により、 実体法的価値を認められるすべての種類の実体的権利であることが合意されていて条約が直接外交保護権を消滅させた請求権は実体法上の根拠のないクレームに過ぎないと述べたそして実体法上の根拠がある財産権利及び利益についてはそれ実体の外交保護権が放棄されたわけではないものの財産権利及び利益に対する措置として 国内法ータル1965年の財産措置法によって韓国民の財産権は消滅していることを明らかにした。さらに1992年3月9日の予算委員会において野内は請求権の放棄ということの意味は外交保護権の放棄であるから個人の当事者が裁判所に提訴する地位まで否定するものではないと答えた。また、 内閣法制局長官の工藤敦夫は外交保護権についての定めが直接個人の請求権の損否に象徴を及ぼすものではないとし、訴えた場合にそれらの訴訟が認められるかどうかまで裁判所が判断すると述べた。1993年5月26日の衆議院予算委員会丹波ミノル外務省条約局長答弁では日本国内においては韓国民の 財産、権利及び利益は、日韓請求権協定の請求権放棄条項及び日韓請求権協定を日本国内で施行するための財産措置法によって、外交的保護権のみならず、実態的にその権利も消滅しているが、請求権は外交的保護権の放棄ということにとどまり、個人の請求権を消滅させるものではないとしている。この第二条の一項で言っておりますのは、 財産、権利及び利益、請求権のいずれにつきましても、外交的保護権の放棄であるという点につきましては、先生のおっしゃる通りでございますが、しかし、この一行を受けまして参考で先ほど申し上げたような規定がございますので、日本政府といたしましては、国内法を作りまして、財産、権利及び利益につきましては、その実体的な権利を消滅させておるという意味で、 その外交的な保護権のみならず、実態的にその権利も消滅しておる。ただ、請求権につきましては、外交的保護の放棄ということにとどまっておる。個人のいわゆる請求権というものがあるとすれば、それはその外交的保護の対象にはならないけれども、そういう形では存在し得るものであるということで、ございます。年に参議院に提出された小泉総理の答弁書でも、 同条約を受けて、日本国内で成立した財産措置法によって、請求の根拠となる韓国国民の財産権は、国内法上消滅した。この財産措置法で消滅しているのは、韓国民の財産権のみであるから、日本と外国との請求権放棄条項により、日本政府が日本国民より、賠償請求の機会を奪われたとして、訴訟を提起されることはない。また。 日韓請求権協定に伴う財産措置法は外交保護権の放棄により韓国から外交ルートで抗議されることもない。実際に日本の裁判所で争われた旧日本製鉄大阪訴訟において大阪高裁は2002年11月19日の判決で協定の国内法的措置である財産措置法による財産権消滅を根拠に位置申国の構想。 棄却している。この裁判は、その後条国を棄却され確定した。しかし、旧朝鮮半島出身労働者の韓国での訴訟については、韓国は日本の財産措置法を準拠法としていないので、韓国の裁判所ではこれを適用していない。1990年代後半には、日本政府に一部不利な判断が出るようになったため、日本政府は、 次第に戦後保障は請求権放棄条項で解決済みであるとの主張をするようになった。日韓請求権協定に関しても韓国人個人の請求権も含め協定によって一切解決済みとの立場をとっている。現在の日本政府の見解は、旧朝鮮半島出身労働者の損害賠償請求権についての実態的権利は消滅していないが、 これを裁判上訴求する権利が失われたというものになっている。ただし、日本政府の立場を肯定した2007年最高裁、西松建設裁判の判決は、司法上の救済はできないとする一方で、被害者救済に向けた関係者の自発的努力を促した。これを受けて、西松建設は実際に被害者に対する謝罪と賠償を行った。 この2007年の最高裁判決は判断を左右する条約解釈上の対立点に関する日本政府の立場を肯定しつつ同時に被害者救済の必要性を指摘している。一方の韓国は日韓請求権協定締結当初は協定によって個人の請求権が消滅したとの立場に立っていた。そもそも韓国政府は 日韓請求権協定締結前の交渉において、徴用工の未払い金及び保証金は国内措置として韓国側で支払うので日本側で支払う必要はないと主張していた。しかし、1991年日本の外務省、条約局長、柳井俊二による答弁が大きく報道され、日本で個人の請求権を主張する訴訟なども提起されたため、日本では 個人請求権は外交保護権放棄条項に含まれていないことが広く知られるようになる。すると韓国はその立場を変遷させ、2000年に韓国においても放棄されたのは外交保護権であり、個人の請求権は消滅していないとの趣旨の外交通商部長官答弁がなされるに至った。また、韓国政府は2005年に官民共同委員会において、 日韓請求権協定の効力範囲問題を検討し、植民地支配賠償金や慰安婦問題等の日本政府の国家権力が関与した反人道的不法行為については請求権協定によっては解決しておらず、日本政府の法的責任が残っていると結論した。ただし、徴用工については、同委員会は、 明治的に日韓請求権協定の効力範囲外に位置づけず、請求権協定によって日本から受け取った資金に韓国政府が強制動員被害者に対する保障問題を解決するための資金が包括的に勘案されているとし、韓国政府は受け取った資金の相当額を強制動員被害者に使用すべき道義的責任があると判断した。ただし、 商用の家庭における暴力的行為など不法行為に関する賠償請求権は請求権協定の物的範囲に含まれないと判断した。急日本製鉄大阪訴訟においては、前述のように日韓請求権協定には韓国民の財産権を消滅させた財産措置法があるため、韓国政府が日本から受け取った資金を当てるか否かの判断の対象にならなかった。しかし、 日本の国内法である措置法の効力が及ばない、韓国ではこれらの点が大きな争点になった。賠償義務判決は2012年5月の王法院で初めて出され、東亜日報によると当時の判事であった金老官が建国する心情で判決を書いたと語ったという。2018年10月30日の韓国王法院判決の多数意見は、 徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定の効力範囲に含まれないと判断した。14人の裁判官のうち3人の個別意見は徴用工の個人賠償請求権は請求権協定の効力範囲に含まれるが両国間で外交上の保護権が放棄されたに過ぎないとした。この中でサンフランシスコ平和条約についても言及し、 個人損害賠償請求権の放棄を明確に定めたサンフランシスコ平和条約と完全かつ最終的な解決を宣言しただけの請求権協定を同じに解することはできないとしている。また、二人の裁判官の反対意見は、徴用工の個人賠償請求権は請求権協定の効力範囲に含まれ、かつ請求権協定によって日韓両国民が 個人損害賠償請求権を裁判上訴求する権利が失われたとした。その意見によれば、個人損害賠償請求権自体は消滅していないものの、日韓請求権協定によって、外交上の保護権が放棄されただけでなく、日韓両国民が個人損害賠償請求権を裁判上訴求する権利も制限されたため、個人損害賠償請求権の裁判上の 権利行使は許されないとのことである。今回の王法院判決は、原告の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な、植民地支配及び侵略戦争の遂行と、直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする、強制動員被害者の日本企業に対する、慰謝料請求権であるとし、がって、原告が被告に対して主張する、 損害賠償請求権は請求権協定の適用対象に含まれると見ることはできないとしている。2019年8月、大田市庁舎前の公園に、あばら骨が浮き出るほど痩せた男性の徴用構造が設置され、訴訟問題のシンボル的存在として扱われるようになった。一方、大田市議の一人が Facebook を通じて、憎悪のモデルは日本人であると主張。 像の制作者が名誉毀損を受けたとして訴訟を起こすに至った。2021年5月28日、地裁は1926年に日本の新聞に掲載された日本人労働者の写真を引き合いに出し、像と写真の労働者が似ており日本人がモデルと信じる相当の理由があるとして、徴用構造制作者の訴えを棄却した。ありがとうございます。